こんににちはレトスの斧です3 3月4日の3問に入ります A がその所有地について債権者 B の差し押さえを免れるため C と通房して C に所有権を移転させたその後 C の通房について前位の D に当該土地を譲渡しさらに D が E に譲渡した場合 E は E の善意悪意にかかわらず A に対して対抗できるルかツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで答えは丸ですねで図はこんな感じですね A が債権者 B からこう差し押さえられるとそれを免れるために C さんと通報してこの土地の所有権を C に移転させたんですね で、さらに、その C が、この土地を D に売却した。で、D さんは善意ということなので、この通報について知らないって話なんですね。で、購入した D さんが E さんに売却しましたよと。で、E さんについては善意か悪意か、まあ、わからないよと。で、その状況で E さんは A さんに対して対抗できるか。つまり、E は A に対して、この土地は私が買ったんだから僕の土地だっていうふうに、 主張できるかっていうことです。で、D さんが第三者で、E さんが転得者なんですね。A さん、C さんが当事者で、D が第三者。で、D から譲渡を受けた、つまり購入した E さんは転得者と呼びます。で、結論から言うと、D さんもしくは E さんが善意であれば、E は A に対抗できるんですね。で、今回の問題で言うと、D は善意なんですよね。従って E は A に対抗できます。 つまり E さんは A に対してこの土地は僕の土地だと主張することができるので丸になるということです。D さん、E さんどちらかが善意であれば E さんは A に対抗できるというのが今回のポイントになってくるんですね。で今回は D さんが善意だから E さんは A に対抗できるつまり E さんは私が土地を買ったんだからこの土地は僕のもんだっていうふうに E さんは A に 主張することができる。だから、丸になるということです。で、今回の問題っていうのは、ただ、覚えるだけじゃなくて、理解してほしいんですね。まあ、今回は、このポイントだけしかお伝えをしていないので、理解については、あなた自身で行っていただくという流れになるんですけども、これ、ちゃんと理解しなきゃいけないんですよ。で、そうしないと、引っ掛け問題に引っかかるんですよね。あと、混乱してきます。問題文が難しくなってきて、混乱しちゃいます。だから、理解してほしいんですよ。 でそうすれば答えを導けるようになるんですね。だから何でもかんでも覚える癖っていうのは絶対にやめた方がいいです。そんなことをしていたらいつまでたっても合格って難しいんですよね。で個別事情の受講者さんについては効率的に頭に入れるための、えー、この問題のポイントとあと考え方、重要なポイントですね。これをつなげて頭に入れていただければと思います。 あのメールでお送りしている解説あると思いますので、受講者専用の解説ですね、そちらをご覧いただいてえ確認していただければと思います。で、問い2ですね。宅地建物取引業の事務所で契約を締結を行うことなく、および契約の申し込みを受けることがない場合、専任の取引士を置く必要はない、丸か×かという問題です。え答えは×ですね。 これ、宅建業者のこれ事務所なので事務所には5人に1人の割合で、えー、取引士、専任の取引士を置かなければなりませんで案内所の場合とこれごっちゃにしないでくださいね案内所の場合だと契約の締結を行わないかつ契約の申し込みも受けないという場合は専任の取引士置く必要はありませんよって今回は宅建業者の事務所なので 契約を行うか行わないか、また契約の申し込みを受けるか受けないか、関係なく1000人取引士、従業員5名に1人の割合で置く必要がありますので、誤りだということです。問3ですね。国土利用計画法によれば、市街角域内の3000平米の土地を贈与により取得したものは、 2週間以内に都道府県知事に届け出なければならない、丸かツかという問題ですね。で、まあ、今回この都道府県知事っていうのは、指定都市の場合は指定都市の長を指します。まあ、指定都市って例えば、横浜市とか大阪市とか名古屋市とか、まあ、仙台市とか、まあ、大きな都市ですよ。大きな市。そこの町市長さんですね。まあ、これも都道府県知事と同じ権限を持っているので、まあ、そういった大都市については、市長に届け出なければならないという話です。 で、えー、答えはこれ、×ですね。贈与については届出対象の取引となっていません。なので、事後届け出は不要だということです。じゃあなぜ、贈与は届出対象の取引じゃないのか。でこれを理解すると、初めて見る問題でも解けるようになってくるんですね。つまり理解をしているから答えを自分自身で導くことができるようになってくるんですよ。こういった理解学習が合格するための秘訣なんですね。 でこの点についてはちょっと話長くなりますので個別指導で解説させていただきますで個別指導についてはこの下の概要欄に URL 貼っておきますので絶対合格したいという方は是非ご確認いただければと思います個別指導でお待ちしております個別指導の動画については左上の動画から是非ご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう